はい、どうも、政治場ひかりです。今日ね、ハードフリーサイクルショップ行ったので、購入紹介したいと思います。ちょっとね、パッと見ね、袋に入ってるんで、ゴミに見えますけど、まずはそのゴミに見える状態をご確認ください。それがこちらです。ババン！はい、1日でこんなに買ってるっていうね、もうやばいですね。はい。でもゴミじゃないです。はい、ただ運び方が雑だったんで、これが心配なんですけど、あと上のね、テレビも買ってます。はい。まあ、モニターとして使えるテレビですね。はい、こんな感じで、まあ、ハードオフ、ほとんどハードオフですね。ハードオフを1、2、3、4、5、6、7店舗今日回りました。ハードオフだけで。あとはセカンドストリートを1店舗かな。はい、こんな感じです。ではね、ちょっと、軽く見ていきましょうか。はい。まあ、軽く見ていくっていうか、まあ、これ一気に紹介できないと思うから、今回はこの袋の状態で、ささっと紹介します。これがね、まず、はい。これですね。こんな感じで。テレビ、あ、だって、ポータブル、なんていうの、なんかね、コンポに液晶がついてて、そんで DVD を再生できるってやつです。だから、それ一つで DVD を再生できるし、しかも音質がいいってやつ。はい。で、さっきも言ったこれですね。はい、テレビですね。テレビだけど、リモコンがなくて、まあ、外部入力で主にゲームとかやるように買いました。はい。ゲームとか、あと LD 見たりとか、ビデオ見たりとかするように買いました。で、ここら辺が、あ、これ結構いいな。これ結構いいんだよね。あのね、中身ちょっと後で見せるけど、あのゴジラのに出てくるモスラの幼虫のソフビとデストロイヤーのソフビ買いました。とか、あとサンジャニのね、缶バッジとか。で、これがね、プレステ3ですね。どんどん値下がりしてるから、またどんどん買わなきゃいけなくて、困ってますよ。4代目です。はい、白ね。1000円でした。まあ、1000円安くないんだろうけど、俺のところでは安いね。これが PSX 2代目800円でした。あとね、これ本当のゴミじゃないよ。これは昨日言ってたゴミ袋に入ってる服ね。で、ここら辺が、あ、こういうカメラ買いました。箱入りの。あと、スプラトゥーンの靴下とかね。これはオファーっすか。もう一個、スプラトゥーンの靴下とか。あと、これですね。はい。スーファミの、なんだっけ。連射できるやつかな。コントローラー。そう、こっちは、なんだ。あ、DVD とかか。で、これがスターウォーズのタオル。これセカンドストリートで、セカンドストリートは小物かな、小物系ですね。はい、ということで今回大物はね、ちょっと3つあるんで、プレステ3、このね、なんていうのいいかな、 DVD コンポでもとでも言おうかな、 DVD コンポで、これが、PSX で、まあテレビ、いや参ったぜ。うん、でね、お金がなくなってきたんですけど、まあね、ちょっと大丈夫です。なんとか大丈夫なことになりましたっていう感じですね。まあ、合計今日はね、1万円ぐらいしか使ったかもしれないね。ちょっと多めですね。はい。あとね、このね、これを買ったお店で、普通にソニーの結構綺麗めのコンポが売ってたんですけど、ちょっとね、これとどっちかしか買わないって自分の中で決めたんで、こっちを買いました。これ1000円です。はい。もともと2700円ぐらいで売られてたのが1000円に割引されてました。はい。よかったです。まあ、2700円なら買わないけど、1000円なら買うってやつで、はい、そんな感じですね。あと今日はね、ハードオフにね、朝10時ぴったりに着いたんで、偶然。なんで、入荷する前のカゴみたいなのがあったんで、そっからちょっとゲームソフトで、ラブプラスとかで買えたんだけど、どの袋かわかんない。ということで、これをね、だいたい3回ぐらいに分けて紹介するのと、あとは、個別に紹介したものは個別に紹介します。以上です。Please subscribe.